ボブ・フランクストン・ドバート・ M ・フランクストンはアメリカ合衆国の計算機科学者である。ダンブリックリンと共に表計算ソフトのビザッカルックを開発したことで知られる。ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリンクに生まれた。ニューヨーク市のスタイベ・サント高校を1966年に卒業後、マサチューセッツ工科大学に入学した。MIT ではプロジェクト MAC に参加し、 タイムシェアリングオペレーティングシステムマルティックスの開発に携わった。1970年に MIT を卒業した。1979年、MIT 時代の友人バンブリックリンと共にソフトウェアアーツを設立し、世界初のパーソナルコンピュータ向け表計算ソフトを開発した。このソフトはパーソナルソフトウェアからビザッカルックの名前で販売された。しかし、 ロータス1から2から3などの競合製品の対等による売り上げの減少が原因で両者の関係が悪化して訴訟となりビザッカルクの販売権はソフトウェアアーツに移ったビジコープという販売会社を失ったことによりソフトウェアアーツの経営は行き詰まり1985年にロータスに買収されたフランクストンは百八十五年から九百九十年まで ロータスに勤務した後、1993年から1998年までマイクロソフトに勤務した。1985年にアクムソフトウェアシステム賞、2003年に IEEE Consumer Electronics Society International Chapters Engineering Excellence Award を受賞し、1994年にアクムフェローに選出された。 2004年に電子表計算ビザッカルックの開発によってパーソナルコンピュータの有用性を向上させたことに対してコンピュータ歴史博物館のフェローに選出された。フランクストンはインターネットの進化、特にブロードバンドと移動体通信に関して電気通信会社の役割を減らすべきだと主張している。彼は電気通信会社と その規制当局との癒着が変化を妨げていると考え、それを表すためにレガヤラトリアムという言葉を増毛した。ありがとうございます。